もう大丈夫です、ノーラン博士。この車掌室にいてください。機関士は我々の仲間なんですよ。君は？ちょっと様子を見てきます。待ちたまえ。身分証明書を見せる。よし。ところで、君の手にはめてある腕時計を見せろ。何ですって？今我々が探しているスパイは巧妙な腕時計型の武器を持っているそうだ。念のために調べ。さあ、君の腕時計を見せるんだ。見せろ。これですか？どうした？やれ、逃げたぞ。今日持ち出してきたんだ。予算がないからな。仕方ないよ。あ、危ない。よし、それじゃ爆弾を見舞いしよう。おい、しまった。またダメだ。一体誰だろう、こんないたずらをするの。やったぞ。大丈夫かね、君。仕方がない。わしが運転するか。おや、変な鳥が飛んでくるぞ。なんだこいつ。いやー、乱暴だね、人間てが。わしは怒ったぞ。チャチなの。おい、まもなく列車が来るぞ。早くしろ。あ、わかりました。おい、早くしろい。いや、危ないね。誰だい、こんなところにこんなもの置いといたの。こりゃ、こいつ焼き鳥になりたいのか。こりゃ、もうわしゃ怒ったぞ。
した。攻撃を頼む。あれは地球では使わないと。だってあの中に1日で塗ってんのよ。早くして。それを使うと何でもあべこべに動いちゃうんだよ。危険だよ。おや、どうしたんじゃ。一気に砲撃が止んだぞ。自由の国だ。安西だ。とうとう脱出できたぞ。ノーラン博士、無事に脱出しましたよ。博士、どうしたんですか。あなたは助かったんです。この群衆をご覧なさい。 F7 号君、わしは、わしの国を裏切ったんじゃ。ノーラン博士、あなたの国はあなたを殺そうとしたんですよ。それはそうだ。しかし、やっぱりわしの祖国なのじゃ。確かにそうです。しかし、博士のご研究は平和な世界でこそ完成することができるんです。分かっとる、F7 号君。この黒いカバンの中には、わしの研究の一切が入っておる。この研究は、優秀な学者なら誰にでも分かる。頼む、これを預かって役立ててくれ。博士はどうなさるおつもりなんですか。さらば、F7 号君。博士、ちょっと待ってください。博士、悪い国とはいえ、わしは自分の国で死にたい。博士、待ってください。博士、待ってください。博士、考え直してください。わしは祖国を離れるのは嫌じゃ。しかし国へ帰ったら殺されるばかりですよ、博士。驚いた、すごい武器だね。こんなものを使いたくなかったんですけど、助けるためにはしょうがないわ。ずっと逆さまに動いてんの。いいえ、逆さに動くのはたったの5分だけなんです。どうして俺にアベコビ光線当てたんだよ。浮かべて俺は5分間もアベコビに。ごめんなさい、ぶっこ早まるわ。へっ、こんな危ないものを持つからに取り扱いに気をつけろい。博士、大変です。この号外をご覧ください。え、クーデターが起きて独裁政府転覆、指導者はみんな追放、国民の力で新政府が誕生した。博士、F7 号君、夢のようじゃ。私もです。わしの脱出はどうやら骨折り損のようだったな。博士、では改めて祖国へお返しいたします。さあどうぞ。どうしてこう動くんだろうな。フィルムの間違いじゃないのかな。おや、もう6時5分前よ。チーフったら夕ご飯までには帰るって約束したの。ありがとう、間に合ったらしいぞ。ただいま、母さん。滑り込みセーフ。兄さんは元気だったかい。ええ、とっても。動物たちに餌をやりに行ってもいい。おや、まあこの子ったら、動物たちよりお前のご飯を先にしたらどうなの。そうだけどさ、動物たちの方がお腹空いてると思ってさ。